舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。舞、今日はよく眠れたか？うん、大丈夫だよ。それは良かったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫のまさととは合コンで知り合った。同い年だった私たちはすぐに意気投合し、それから交際に発展。順調に交際を進めていき、そして結婚に至った。結婚してすぐに子供ができ、娘の舞ももう15歳になった。夫と私はお互いに我が強くて、ぶつかることも多かったけど、それなりに幸せな結婚生活を送り、いい家庭を築けていたと思う。そして結婚して15年が経った私たち。このまま夫とずっと連れ添いながら、娘の成長を2人で見守っていくものだと思っていた。今度の結婚記念日ってどこか行くの？ある日娘がとても嬉しそうに聞いてきた。うん、まだ決まっていないけどディナーくらいはしたいわね。素敵。高級レストランで夜景を見ながら食事をするんでしょ？そんなプロポーズの時みたいな感じになるかはわからないけど、ちょっといいお店には行きたいわね。いいな。私ちゃんと一人でお留守番してるから楽しんできてね。ふふ、ありがとう。そんなことを娘と話しながら、夫がどこに連れて行ってくれるか私は期待していた。だがどれだけ日数が近づいていっても、夫から結婚記念日についての話は出てこなかった。もしかしてサプライズか何かを用意してるのかな。今年は15周年の記念だし、特別なお祝いを用意してくれているのかもしれない。それならあえて結婚記念日については話題に出さないようにしておこう。私はそうやっていつも通りの日常を過ごしながら、夫からのアクションを待った。だが前日になっても特に何も言ってこないし、当日の朝になっても夫は一切結婚記念日について話してこない。相変わらずに眠そうにしながら朝食を食べている。じゃあ、行ってくるよ。あ、ねえ、あなた今日はどうするの？私は我慢できずに聞いてしまった。ここまで何も言われないのはさすがに不安だったからだ。だが夫は不思議そうに私を見ている。どうするって何が？あ、いや、晩ご飯とか。私は夫に気づいてほしくてさりげなくディナーについて触れてみた。すると夫は思い出したような顔をした。よかった、ちゃんと結婚記念日だということは覚えているようだ。だが夫は驚きの発言をしだした。そうだな、今日は金曜だし後輩と飲みにでも行ってくるよ。え？ああ、もうこんな時間じゃないか。行ってきます。行ってらっしゃい。私は絶句してしまった。夫は今日が何の日か覚えていなかったのだ。食卓で朝食を食べていた娘もさすがにドン引きしていた。お父さん、結婚記念日のこと忘れてるじゃん、最低。娘が悪態をついてくれたので、私は少し冷静になることができた。まあきっと仕事が忙しくて忘れたんでしょう。結婚して15周年だということを忘れているのはさすがに悲しかったが、それでも毎日仕事は頑張ってくれているし、感謝できる点を探さなければ。その日は結局、娘と一緒に焼肉を食べに行って、
娘にお祝いをしてもらった。そして翌日、昨夜遅くまで飲んできて帰ってきた夫は昼過ぎに起きてきた。自分がやらかしていることにも気づいていない夫を見ると、さすがにイラッときたが、私はスルーすることにした。すると居間にいた娘がソファーにドカッと座る夫の前に立った。どうしたんだ舞。夫は急に目の前に立った娘をいぶかしげに見ている。娘は怒った顔をしながらこう言った。昨日がお母さんとの結婚記念日だってこと忘れてたでしょ。結婚記念日？娘に言われてようやく夫は思い出したようだ。あれ？昨日だったっけ？夫の反応に娘はさらに頭にきたようだ。何よそれ。お母さんとお父さんが結婚して15周年の特別な日だったのに。ああ、もう15年経ったのか。夫のあまりにもそっけない態度に、私もさすがに腹が立ってしまった。あなたどうしてそんなに冷静なの？普通はもっと申し訳ない気持ちを持つべきじゃない？私がそう言うと、夫は途端に嫌そうな顔をして逆ギレをした。はあ？なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。大体な、こっちは毎日仕事をして疲れてるんだよ。記念日だとかそんなんいちいち覚えてられっかよ。そんなに祝ってもらいたかったらな、もっと早くから言えばいいだろうが。私は呆れてしまった。娘は夫の発言にさらにイラッときたようで言い返していた。普通は男性の方がちゃんと覚えていて、それでサプライズとかを用意するべきでしょ。お父さんは女心を分かってなさすぎ。うるさいな。お前ら何なんだよ。もういい。今日は実家に帰る。そう言って夫は怒って荷物をまとめて義実家へと帰ってしまった。お父さんったら何なの。ああやって納得できないことが起きるとすぐおばあちゃんのところに行くし。娘は夫が出て行っても怒りが収まらないようで、腕を組みながら文句を言っていた。私もさすがに今回の夫の態度には幻滅してしまった。今までも喧嘩はしてきたが、正直言ってここまで理不尽な逆ギレをしてくることはなかった。それからというもの、夫は家での態度がかなり冷たくなった。私と娘との会話にも入ってこないし、帰りも遅くなることが多い。週末は毎週義実家に帰っていて、泊まってくるのが習慣になっている。そんな夫の態度に私もだんだんと愛想を尽かし始めているのが現状だ。しかし、それから3ヶ月ほどが経った頃、なぜか娘が夫と仲良くなりだした。舞、今日もお父さんと一緒におばあちゃんの家に行くか。うん、行く。よし、それじゃあ早速準備しよう。娘は夫と一緒に週末に義実家へと行くようになり、私よりも夫に懐いている態度を取り始めた。私は今まで義母から散々嫁いびりをされてきたので、ある時から義実家には一切顔を出さないようにしていた。娘も義母のことは苦手だったはずなのに、この前の結婚記念日の時は夫に対してものすごく怒っていたのに、一体何があったのだろうか。本来なら父と娘が仲良くしている状況は喜ばしいことなのだが、私は夫に娘を取られたような気がして、なんだか寂しかった。夫と私はほとんど会話がなくなっていて、敵対する関係のようになっていたので、娘がどちらにつくかで家での生活の居心地の良さが変わってしまう。夫が仕事に出ている時は娘は普通に私と接してくれるのだが、夫が家にいると夫にばかり話しかけている。別に邪険に扱われているわけではないから気にしなければいいのだが、どうしても夫ばかりなぜと羨ましく思ってしまう。しかしそんな中、驚きの出来事が起きた。それはある日の休日のこと。夫はいつものように義実家に泊まり、娘は珍しく私と一緒に家にいた。
そんな中、テーブルにあった娘のスマホが鳴った。画面を見ると夫からだった。舞、お父さんから電話よ。今メイク中だからスピーカーにして。はいはい。私は娘に言われた通りにスピーカーにして通話ボタンを押した。通話ボタンを押すと夫の声が聞こえてきた。舞、今日はよく眠れたか？うん、大丈夫だよ。それは良かったよ。もうすぐで新しい生活が始まるし、あと少しだけ我慢してくれよな。一体何の話をしているのだろう。夫の声はとても優しくて、娘を信頼して愛しているという感じが取れた。ここまで娘といい関係を築けているのか。私は娘の方を見た。すると娘は人差し指を口元に当てて、私に黙るよう指示を出した。言われた通りに私は黙っていると、夫は驚きの発言をしだした。もうすぐあいつは虐待の罪で捕まるからな。で、虐待。何のことだ。義母も不敵な笑みを浮かべながら娘に話しかけていた。あんたもちゃんと誰についた方がいいかよく分かってきたようだね。あんなグズ女は見切りをつけな。そして夫はこう言った。虐待をでっち上げて、慰謝料代わりに俺はその家をもらうんだ。そしてカナを家に呼んで、4人で幸せに暮らそう。今からその時が来るのが楽しみで仕方ないよ。うん、私も楽しみにしてるね。娘はそう言って電話を切った。私は絶句してしまい、その場で固まってしまった。舞、今の話は何なの？あなたたちは何を計画してるの？私は怯えながら娘を見た。だが娘は力強い眼差しで私を見た。お母さん、安心して。私は最初からお母さんの味方だよ。え、そう言って娘はここ最近のことを教えてくれた。娘は数ヶ月ほど前、お友達と街で遊んでいる時に夫と義母が見知らぬ女性と3人で歩いているところを見かけたらしい。それから何か怪しいと思ったそうなのだが、夫に直接聞いても絶対に口を割ってはくれないだろうと思ったそうだ。そこで父親に甘える感じを装い、少しずつ夫の懐に入って真相を知ろうと、父親が大好きな娘を演じたらしい。最初は警戒していた夫も、娘が急にべったりと甘えてくるようになって心を許してしまったそうだ。それで義実家に一緒に行くようになって事の真相を知ったらしい。それは夫と義母が私を悪者に仕立ててこの家から追い出し、そして不倫相手と再婚して3人で住むことだった。義母は義父が亡くなってから一人で義実家に住んでいたのだが、私のことが相当に嫌いだそうで、私を追い出して息子である夫と一緒に暮らしたかったようだ。夫は前々から不倫をしていたようで、不倫相手と義母を合わせて、それからは3人で結託して私を追い出す計画を立てていたそうだ。娘のことも最初は追い出そうとしたらしいが、最近は夫と義母に忠実な態度をとっていたから、引き取って育てようと思ったらしい。だが娘は娘で夫と義母の悪事を暴いて、私に渡すためのたくさんの証拠を集めていたようで、不倫の証拠写真や夫と義母が計画を話している録音音声などを渡してくれた。私はすぐに警察に通報し、夫と義母が詐欺をしようとしていることを報告。そしてその後は弁護士を雇い、夫と戦う準備をした。警察に通報した後、夫はすぐに家にやってきたようだ。私のスマホに鬼のように電話が鳴ったのがその証拠だろう。おい、どこにいるんだよ。なんで俺の実家に警察がやってくるんだよ。私が居場所を教えるわけないでしょ。あなたとお母さんがとんでもない計画を立てていたっていうのに。残念だけど、すべて前から聞いてるから。あ、
あの野郎、裏切りやがったな。娘を責めたり逆恨みなんてしないでよね。あなたには相応の罰を受けてもらうから。まずあなたには詐欺未遂として通報したから、次は不倫による離婚と慰謝料、そして養育費の要求をするわ。そんな、ふざけんなよ。ふざけているのはあなたでしょ。私は絶対に許さないから。そしてあなたが欲しがっていたこの家だけど、私が親から相続した豪邸だし、それに高く売れるみたいだから売ってしまうわ。はあ？なんでだよ。その家が手に入らないなら、俺はこんなことを計画した意味がないじゃないか。そもそもあなたの手に渡ることなんてないから。もし渡すなら私が死んで前に相続するってことくらいね。でもあなたに奪われたら嫌だから売るわ。とにかくあなたのことはもう信用できないから、弁護士を通してさっき言ったことを実行するわ。おい、待ってくれ。夫がまだ何か言っていたが、私は無視をして電話を切った。その後、弁護士を通して離婚と慰謝料と養育費を夫に要求。慰謝料は無事に夫と不倫相手から支払ってもらえた。養育費に関しては、分割で夫から支払ってもらうことになった。元夫は借金まみれになり、さらに豪邸も手に入らなかったので、不倫相手から捨てられたらしい。しかも不倫相手は会社の後輩だったようで、不倫相手は逆恨みからひどい扱いを受けたと会社に報告し、元夫はパワハラのセクハラ野郎として会社で大問題となり、減給の上で地方に左遷された。元義母は今回の件が近所の人たちにバレてしまい、不倫相手を許容したり、孫に虐待を容認させようとしたヤバいやつ認定されて、避けられているようだ。一方、私は新しくマンションを購入し、娘と一緒に暮らし始めた。今回私を守ってくれた娘には感謝しかない。これからも親子仲良く支え合いながら幸せに暮らしていこうと思う。夫と義母は本当に最低な野郎ですね。それにしても娘さんはとても聡明ですね。主さんはそんな賢い娘さんと幸せな日々を送ってくださいね。もう、こんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっと、あなた、何をしてるんですか？やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私を掴んでいる手をはたき落とすと父親を睨みつけた。たこ焼き屋の娘なんて、俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい？財産、誰のですか？もしかして、あなたのですか？私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか？無理でしょう。私は望み、現在、主に父親の仕事を手伝っている。その仕事はたこ焼き屋さん。私の担当は、父親のたこ焼きを世界中の人に知ってもらうために営業をかけることだ。父親がこの仕事を始めたきっかけは母親が他界したことにある。それは私が中学生の時だ。病に倒れた母親はあっけなくこの世を去った。その現実が受け止めきれなかった父親は仕事を辞めお酒に逃げ、毎晩仏壇の前で泣いていた。私は高校へ進学するものだとばかり思っていたが、荒れ果てた父親にお金を出してはもらえないだろうと判断し、進学を諦めた。そして中卒で働き始めたのだ。そんな私を見て、父親は以前の姿を取り戻し、たこ焼き屋を始めた。私も仕事の兼ね合いで営業の仕方や経理などを習得していたから、父親の仕事を支え、もっと大きくしたいという気持ちで奮闘していた。
そしてその甲斐あって地元では有名なお店に成長したのだ。そんなお店を見て私のモチベーションも上がる。その日、私はいつもひいきにしてくれている社長のもとを訪ねた。すると社長はニコニコとしながら応接室へ招いてくれた。呼び立てして申し訳ない。忙しい中、時間を作ってくれてありがとね。でも、今日は仕事の話ではないんだ。これを見てくれるかな。すると秘書が冊子のようなものをテーブルに置いた。失礼します。私はそれを手に取り、中身を確認する。え、これは、初めて見るお見合い写真というものだ。お見合い写真ですか？そうなんだよ。この子ね、とてもいい子なんだよ。のぞみちゃん、今、付き合ってる人いないんだったよね。まあ、はい、そうですね。じゃあ、一度会ってみない？これは、いつもお世話になっている社長だし、断れない。わかりました。おう、いいね。じゃあ来週の週末開けといてね。その一週間後、あっという間にお見合いの日がやってきた。父親も急な話に驚いていたが、お世話になっている社長からの話にまんざらでもなさそうだ。スーツなんて久々に着るな。大丈夫。意外と似合ってるよ。父親がスーツを着るのは会社員時代ぶりだ。私は当時の父親を思い出し懐かしい気持ちになった。いい人だといいな。まあ、そうだね。正直、結婚を意識したことのない私には、社長の付き合いくらいの感覚だ。お見合い場所の料亭に着き、私と父親は中井さんに部屋へ案内され、襖が開いたと同時に写真に写っていた男性と目が合った。先についていらしたんですね。お待たせして申し訳ありません。約束の15分前ではあるが、先方が先に待っている形となった。男性に視線を向けると、こちらをじっと見つめている。はじめまして。この度は急なお話にもかかわらず、お越しいただきありがとうございます。彼の母親はとても綺麗な人で気品がダダ漏れだ。しかし、彼の父親は無然とした表情を崩さない。こちらこそ、この度はこのようなご縁を頂戴いたしましてありがとうございます。社長さんから伺っている通り、のぞみさんは可愛らしいお方ですね。のぞみさんは営業をしながら経理も担当していらっしゃるんですって。はい、父親の仕事をそのような形で手伝っています。いいわね。大学ではやっぱり経営を学んでいらしたの？お父様もご優秀な娘さんをお持ちで羨ましいですわ。はい、私にはできすぎた娘です。今度ぜひ私にもご教授いただけないかしら？そんな、人に教えられるほどのものではございません。まあ、謙虚なお嬢さんですこと。社長さんのごひいきということは、さぞかし優秀な大学を卒業していらっしゃるのね。いえ、私は中学を卒業してからずっと働いていますので、大学には通っておりません。そう伝えた瞬間、今まで仏頂面で黙っていた彼の父親が声を荒げた。話が違うじゃないか。似合い相手が中卒なんて聞いてない。そんな学歴のない者が息子と会うわけないだろう。しかも、聞けば父親はたこ焼き屋だって言うじゃないか。そんな貧乏人と俺の家族が釣り合うはずがないだろう。ちょっとあなた、およしになって。わかってるのか。こいつは中卒だぞ。彼の父親は私を指差しわめいている。お前が止めようと、俺は事実を言っているだけだ。俺様はキャリアだぞ。官僚なんだぞ。キャリア官僚の息子の嫁候補が中卒。
そんなことがあってたまるか。確かに社長から聞いて、彼の父親がキャリア官僚であることは知っていた。しかし、自ら、俺様はキャリア官僚だ。と口にする目の前のおじさんにげんなりする。のぞみ、帰ろう。父親は優しい笑顔を私に向けた。とっとと帰れ。私もあなたのような人と親族になることは我慢ならない。あなたに娘の何がわかるのか。こんな人がお国の代表なら世も末だ。何、貴様誰に向かって物を言ってるのか分かってるのか。ええ、頭の固い肩書きにしがみつくことしかできない目の前のキャリア官僚にですよ。お父さん、ありがとう。私たちが帰ることは構いませんが、逆に大丈夫ですか。親が親なら子も子だな。二人してわけのわからないことを。そうですか。では失礼します。待ってください。帰ろうとした私たちをお見合い相手が引き止めた。父の非礼、私がお詫びします。大変申し訳ございません。しかし私はのぞみさんのことがもっとよく知りたい。え、私は思わず素で聞き返してしまった。今のやりとりのどこに知りたい要素があるのか謎だ。しかし彼の顔は真剣そのものだ。トウさん、帰ってくれ。お前はまた何を血迷ったことを言っているんだ。こんな女、遊び相手にもならないだろう。もうトウさん、恥ずかしいから黙ってくれよ。俺の気持ちの邪魔をしないでくれ。そうよ、あなたはいつもいつも肩書きばかり。今日だって本当はあなたを連れてきたくなかったのよ。それなのに誰よりも行く気満々で。今日の主役はあなたじゃないのよ。息子とのぞみさんでしょ。私の目の前でかなりヘビーな家族喧嘩が勃発している。それを私と父親はあっけに取られながらただただ見つめている。もうあなたは帰ってちょうだい。彼の父親は妻と息子から猛攻撃に遭い、タジタジになりながらも、俺は悪くない。と捨て台詞を残すと、逃げるように料亭から姿を消した。本当に、お恥ずかしいところをお見せしてしまってすみません。いえいえ、こちらこそ、ご主人に無礼を働きましたから。無礼だなんて、夫の言葉を借りるなら本当のことを言ったまでですわ。彼の母親はとても憤慨していたが、なんだか可愛らしい人だと思った。のぞみさん、父のこと本当に申し訳ありませんでした。しかし私が先ほどお話しさせていただいたことは本心です。ぜひ次の機会を設けていただけないでしょうか。彼は不思議と嫌な感じはしない。父親の顔を見るとニコッと笑った。ではまた日を改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。眩しい笑顔だった。それから数日後、私は彼と二人で食事をし、たくさんのことを話した。彼は母親になのか、あの横柄な父親とは似ても似つかない。私を見下すようなことはしないし、逆にこれまでのことを尊敬に値するとねぎらってくれた。そしてその後も何度か交流を重ね、彼との交際が始まったのだ。馬のあった私たちは、その後、数ヶ月で結婚の話が上がり、私は再度、彼の両親と会うことになった。私は彼の、父さんのことは任せて、という言葉を信じた。のぞみさん、待ってたわ。よく来てくれたわね。嬉しいわ。私もまたお会いできて嬉しいです。お邪魔します。リビングにお邪魔すると、相変わらず仏頂面で彼の父親がふんぞり返って座っている。のぞみさんは、
チョコレートがお好きなのよね。今日はチョコレートの焼き菓子を作ってみたのよ。お口に合うかしら。ありがとうございます。いただきます。私もそれを口にし、おいしいことを伝え、その後も三人で話は盛り上がる。そしてそれが気に入らない彼の父親はいきなり立ち上がったと思ったら、私の手を掴んだ。もうこんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっと、あなた何をしてるんですか。やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私を掴んでいる手をはたき落とすと父親をにらみつけた。お前は騙されていることがわからないのか。たこ焼き屋の娘なんて俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい。財産、誰のですか。もしかしてあなたのですか。私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか。無理でしょう。父親のたこ焼き屋はフランチャイズを展開し、多くの加盟店を抱えている。そして冷凍食品でも多くの売り上げを上げているのだ。全くあなただってのぞみさんのお父様のたこ焼き好きでよく食べてるじゃない。スーパーに行くたびにあのたこ焼き買ってきてって言ってるじゃないですか。え、あのたこ焼きって。そうですよ、あれはのぞみさんのお父様のたこ焼きですよ。うちもいつもお世話になってるのよ。ありがとうございます。ここまで見下されなければこのことを言うつもりはありませんでした。ただあなたがバカにしたたこ焼き屋は、あなたの年収では足元にも及ばない年商を誇っています。だからあの時、大丈夫ですかって聞いたんですよ。そこで察してくれれば全てが丸く収まったのに、ただの負け惜しみとでも思ってたんでしょうね。言動を顧みてくれればあなたのプライドは守られたのに。残念です。彼の父親の顔は明らかに引きつっていた。しかし引くに引けなくなっているのか、まだ反省の色を見せない。だったら何だって言うんだ。俺がキャリアであることは変わらない。あれ、さっきまで貧乏人って罵ってませんでしたっけ。本当、父さんには呆れるよ。絶対に自分の非を認めたくないんだね。だったらこれはどうかな。彼は一枚の写真をテーブルに置いた。この写真を見た彼の母親と私は目が点となる。そこには彼の父親が若い女性にデレついている姿が写っている。すると彼の父親がものすごい勢いで写真に覆いかぶさった。その姿に私はちょっと笑ってしまう。しかし彼の母親は能面のような顔つきに変わる。まだあります。一枚出しては彼の父親がそれを奪う。また一枚出してはデジャブが繰り広げられる。そして最終的に彼は大量の写真を宙に投げた。バラバラと舞い散るデレ写真たち。彼の父親は顔面蒼白だ。あなた、みっともない真似はおやめになって。やっぱりあなたは浮気を働いていたんですね。これは違う。何かの間違いだ。これはそう、断れない政治家との接待だったんだ。先生たちを愚弄するのはおやめなさい。この写真に写っているのはあなたと女性だけじゃないですか。違う、話せばわかる。後に聞いた話では、彼の母親は父親の浮気を疑い、彼に相談を持ちかけていた。そして彼が興信所を使って父親の動向を探ったところ、真っ黒な証拠が上がってきたそうだ。何がキャリア官僚だよ、恥ずかしい。
違うんだ。これには訳があるんだ。言い訳すんなよ。見苦しい。確かに父さんは学歴だけはあるよな。日本一の大学を卒業している努力はすごいと思うよ。でもなんだよ、これ。こうやって頭の固い官僚は失脚していくんだよな。情けない。父さん、官僚続けられなくなったら何すんの。何もできないだろ。学歴も無駄とは言わないよ。でも俺は生きていく力がある人を尊敬するよ。そうね、あなたの言う通りだわ。私は今まであなたのすべてをフォローしてきたつもりです。その傲慢な態度も無礼な発言もすべて我慢してきました。すべては息子や私の両親に心配をかけたくなかったからです。あなた、ここまでご自分の力のみで成り上がったとお思いですか。そうではないはずよね。私の両親にあなたは数多く助けられていますよね。残念ね。今日であなたは後ろ盾も家族も失うのね。これも後に知り得たことだが、彼の父親がキャリア官僚であることは間違いない。しかしこれは彼の父親が一人の力でつかみ取ったものではなく、彼の母親の両親の後ろ盾があって手にできたものだった。彼の父親はそれを自分の能力と過信し、省での評判は良いものとは言えず、若手の官僚や同僚たちからも敬遠されていた。そして後日、彼の父親は省を退省したのだ。何でも、この事実が瞬く間に広がり、浮気相手は同じ省で働く機関業務職員だったことで、プライドの高い彼の父親は、周りの目に耐えられず退省に至ったということだ。もちろん、彼の両親は離婚した。彼の母親は多額の慰謝料を請求し、彼の父親はその支払いに追われた。そして彼の父親はキャリア官僚の天下りを目論んでいたようだが、途中退省の上に理由は浮気だ。これでは自身のプライドが許すレベルの転職は不可能だった。そして今では人目を避けるようにレストランの厨房に入り皿洗いの仕事をしていると聞く。一方、私は彼と年内に結婚する予定だ。結婚後は彼の自宅で彼の母親と共に生活するつもりだ。彼の父親が目の前から消えたことで未来が一気に明るくなった。これからの新しい人生が楽しみで仕方がない。彼の父親は勉強はできたんでしょうけど、生きていく力はゼロでしたね。人への感謝の気持ちを忘れるとこういうことになるんですね。勉強になりました。彼の父親があんなんでも、息子さんがお母さんにでよかったです。これからの人生が幸せであふれることを願っています。これでこの土地は俺のものだ。お前は用済みだからさっさと出て行け。そう言って夫は汚い笑みを浮かべた。こんな豪邸が手に入るなんて最高だわ。義母はニヤニヤしながらそう言い、友達を連れてきてパーティーを開くだとか勝手なことを言っている。私は夫が突きつけてきた離婚届を受け取るとすぐに記入をして役所へと提出しに行った。再び家に戻ってきた私は、楽しそうに居間で話している義母と夫にこう言ってやった。さっさと荷物をまとめて出て行ってくれる。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私はずっと広告代理店で働きたくて、その夢を叶えるために勉強を頑張り、いい大学にも進学した。そして大学でもちゃんといい成績を残し、就活を頑張って望んだ通りに広告代理店に就職することができた。それからは仕事でとても忙しい日々を過ごしたが、充実していて幸せだった。そんな中、私は仕事がきっかけで後に夫となる正人と出会った。夫は当時ファッションモデルをしていて、私が企画した広告の仕事でモデルを務めていた。
彼は私よりも3歳年下で、だけど大人っぽくて話していて楽しい。モデルとしての仕事もそこそこあるようだし、さすがモデルなだけあってかっこよかった。気づけば私たちはデートをするようになり、そして交際がスタート。交際を進めてから半年ほどが経った頃、なんと私は彼からプロポーズをされた。もちろん私は二つ返事で了承した。彼のことが大好きだったし、仕事は安定はしていないかもしれないが、それは私が代わりに稼げばいいと思っていた。そして彼と私には共通点があった。それはどちらもすでに親を一人亡くしていることだ。私は母親を亡くしていて、彼は父親を亡くしていた。私の母は私が高校生の時に病気で亡くなった。それからは父と二人で協力し合いながら生活をしていた。私は亡くなった母の代わりに家事をしようと思っていたのだが、父は学業に専念しろと言って、家事を引き受けてくれた。最初は慣れない様子で家事をしていたが、どんどんと料理も覚えていき、私のお弁当まで作ってくれたのだ。それでもさすがに父にばかり負担をかけるわけにもいかないので、土日は私が家事をやるようにした。そうして私たちは二人三脚で生きてきたのだ。一方で、彼は19歳の時に病気で父親を亡くしたらしい。それからは母親と二人暮らしをしていて、その頃にモデルの仕事を始めたそうだ。そんな風に似た境遇だから、私は彼に親近感が湧き、惹かれていったのだと思う。そして結婚に至り、現在は私の実家の近くにマンションを借りて二人で暮らしている。実家の近くに住んでいる理由は、最近父の体調が悪くなっていたからだ。父は私のために無理をしていたところがある。だから無理がたたって体調を崩してしまったのだ。私は男で一つで育ててくれた父に恩返しがしたかったので、実家の近くに住んで父のサポートをするようにした。その頃から父はすでに病気に侵されており、入退院を繰り返すことが多かった。どうにか回復してほしいと思っていたが、なかなか体調は回復しない。父自身も諦めかけていたようで、私はこの時に父に対して希望を持たせないといけないなと思った。そしてもっとちゃんと親孝行をしなければいけないと思った。それは素敵な男性と結婚をして、幸せな姿を見せること。父は、望みにいい人がいれば安心なのだがな、と言っていた。それで私は婚活を密かに進めていたのだが、その時に思いもよらないところで彼氏ができたというわけだ。婚活をしているにしろ、やはり好きな人と付き合って結婚する方がいい。しかも彼からプロポーズされたので、私は結婚を決めたのだ。彼は交際をしている時から、父とも会ってくれていたのだが、私の父の体調を気遣ってくれて、父に優しくしてくれていた。そしてそれは結婚してからも変わらなかった。俺は仕事が不規則な時間帯だから、逆に日中に一緒にお父さんといられる時も多い。だからそういう時はいつでも俺に頼ってね。望みの負担を少しでも減らしてあげたいからね。ありがとう、マサト。夫はそのようにとても私に優しかった。そして義母も夫と同じように優しくて、夫と私がいるタイミングによく私の実家に顔を出してくれた。義母は嫁いびりなんて一切しない人で、父の面倒を見てくれたり料理を作ってくれたりした。本当に感謝いっぱいで、何度もお礼を言った。すると義母も夫も優しい笑顔で、気にしなくていいよ、家族なんだから、と言ってくれる。私は本当にいい夫と義母に巡り会えたなと思った。彼らのような優しい親子はなかなかいないだろうと思ったほどだ。父も二人が優しくしてくれて、とてもありがたそうにしていた。父と私のことをこんなにも大事にしてくれる二人を私たちは信用しきっていたのだ。しかし、それから3ヶ月後、
父はいきなり病状が悪化して亡くなってしまった。覚悟はしていたものの、実際に父が亡くなった時は何が起こったのかわからず、頭が真っ白になった。そんな時、夫と義母は私のことを励ましてくれて、葬儀の準備も率先して手伝ってくれたのだ。私はその時は本当に憔悴していたので、夫と義母にはとても感謝している。二人のおかげで無事に葬儀も終わらせることもできた。それでもさすがに父の死を受け入れるまで時間はかかった。だが夫と義母は懸命に私を励ましてくれて勇気づけてくれた。そのおかげで私は少しずつ現実と向き合えるようになっていったのだ。そして父の住んでいた実家の部屋や遺品の整理などを始められるほどに元気が出ていた。実は父が持っている実家は祖父から受け継いだもので、かなり広くて豪華だった。つまり私の父は地主だったのだ。だから相続はしたものの、いろいろと手続きが大変だった。広いからこそ物もたくさんあるし、遺品整理もなかなか進まない。そんな時だった。一番手っ取り早いのは、俺たちが実家に引っ越してしまうことじゃない？え、夫がそのような提案をしてきたのだ。なるほど。私は確かにその通りだなと思った。そうして私たちは実家に移り住むことに。もともと実家の近くに住んでいたし、最寄り駅も変わらないので通勤にも差し支えがない。しかも父の家を守れるので一石二鳥だ。その後、私たちは実家で結婚生活を続けていた。そんな時だった。そういえば相続の手続きっていろいろと大変なんだろう。よかったら俺が相続人になって管理しようか。え、私はびっくりした。だがどうやら夫は私が仕事と並行して相続について手続きを進めている忙しい状況が大変そうだと思っているらしい。夫の仕事は私と違って日中に家にいることができることが多い。だから役所とかでの手続きも簡単にできるからと、そのような提案をしてきたというわけだ。先ほども言ったが、私の実家はかなり広くてかなり豪華だ。しかも数年前にリフォームもしているから、かなり綺麗だ。私も父が亡くなってから知ったのだが、土地の面積や立地を考えると、なんと2、3億円はなると不動産会社から説明を受けた。実家に関しても古い家ではあったが、リフォームをして綺麗だから結構価値があって高いらしい。だから売却した場合はかなりお金が手に入るそうだ。しかしそうやって家や土地の価値が上がるのに伴い、手続きの煩雑さも増える。また相続人を変えることはできないが、相続した後に贈与という形で名義人を夫に変更することは簡単だそうだ。煩わしい手続きや管理も代わりにできるらしい。夫は私のことを心配していろいろと調べてくれていたそうだ。ありがとう。確かに私だけで管理をし続けるのは大変かも。そう、それじゃあ俺に任せてくれよ。俺、のぞみの支えになりたいんだ。ありがとう、マサト。でも今の手続きに関しても、いろいろと時間や手間がかかりそうだから、それが終わるまでは私がやるね。それ以降はマサトに任せようかな。私がそう言うと夫はとても明るい表情になった。ああ、任せてくれよ。この時は私はまだ夫はただ優しい人なんだと思っていた。だがこの後に私は夫の本性を知ることになるのだった。それはある日の仕事中のこと。私はその日は会社での仕事だったのだが、外で撮影を行っている別の班でトラブルがあったので、急遽そっちに向かうことに。そこはとある観光スポットだったのだが、私はトラブルの対処を終えた後、みんなと軽く観光をしていた。すると、たまたま私が向いた方向にまさかの人物を見つけてしまったのだ。
しかもなんと夫は別の女性と腕を組んで歩いていたのだ。私はたまたま普段一緒に仕事をする班の人たちではなくてよかったと思った。今の班には夫を知っている人はいない。だから夫に話しかける人はおらず、夫も私に気づくことがなかった。私はなんとか冷静を装いながらみんなと観光をしていたが、今すぐにでも夫を問い詰めてやりたいほどだった。だがなんとかこらえて、夫の不倫については内密に調べることにした。そして夫が話していたあの家の相続についても怪しいと思うように。私は頑張って夫に悟られないように、平静を装いながら日常を過ごした。ちなみにこの前の時は、夫にそれとなく、今日は仕事はどうだったの?と聞くと、夫はいつものスタジオで撮影をしたよ、と言われた。そうやって隠している時点で、確実に不倫をしていることは間違いない。そして夫は、そういえば相続の件はどうなったの?とやたらと聞いてくる。きっと私からあの家を奪い、あの女と暮らすつもりなのだろう。私はそんなことはさせまいと思いながら、更新所に依頼している調査の結果を待った。その後、調査結果が届いたが、夫はやはり不倫をしていた。証拠の写真もたくさん出てきた。そして私は写真を見て驚いた。なんとそこには義母の姿が写っている写真もあったのだ。更新所の人の話によると、よく三人で出かけているらしい。私は夫はその時間は撮影なはずだと思ったのだが、どうやら平日の日中によく遊びに行っているようだ。私は気になり後輩にお願いをして、夫が所属している事務所に電話して聞いてもらった。私が電話をするとさすがに夫の耳に入ってしまう可能性があるかもしれないと思ったからだ。後輩が聞いた話だと、夫はすでに事務所を辞めているらしい。しかもそれは私と結婚して直後の頃だった。私は衝撃を受けてめまいがしそうになった。つまり夫は最初から私の実家の土地を当てにしていて、仕事すら辞めていたのだ。私は腹が立って仕方がなかった。要するに夫は私ではなく、私が相続するものに興味があっただけなのだ。絶対に許さない。私はそう思いながら、夫に罠を仕掛けることにした。今日、不動産屋で手続きをしてくるね。手続きが終わったら、もうこの家は正人の名義になるから後はよろしくね。私がそう言うと、夫はとても嬉しそうな顔をした。おう、ありがとな。任せてくれよ。そして私は不動産屋で手続きを済ませて家に帰宅。するとそこには夫だけではなく、義母の姿もあった。あれ?お母さんどうしたんですか?私が話しかけても、夫も義母も無反応だ。すると夫が口を開いた。手続きは終わったのか?ああ、うん。ちゃんとすべて完了したよ。そうか。それじゃあ今すぐ荷物をまとめて出ていけ。え、何を言ってるの?だってお前は名義変更をして土地の所有者を俺にしてくれたんだろ。これでこの土地は俺のものだ。ちょっと何言ってるのよ、急に。別に急じゃないさ。俺は初めからこの土地が目当てでお前に近づいたんだからな。風の噂でお前の実家が豪華だって聞いてたんだよ。だから俺がそれをいただいてしまおうって思ったんだ。そんな。大体俺がお前みたいな地味なやつを本気で好きになるわけないじゃん。むしろそれなのにお前の父親を気遣ってやってたんだから感謝してほしいくらいだね。ひどい。これでわかったか。俺はこの家を手に入れるためだけに頑張ってたんだよ。お前は用済みだからさっさと出ていけ。そう言って夫は汚い笑みを浮かべた。こんな豪邸が手に入るなんて最高だわ。義母はニヤニヤしながらそう言い、友達を連れてきてパーティーを開くだとか、勝手なことを言っている。
夫はほらよと言って私に離婚届を突きつけてきた。私は夫が突きつけてきた離婚届を受け取ると、すぐに記入をして役所へと提出しに行った。再び家に戻ってきた私は、楽しそうに居間で話している義母と夫にこう言ってやった。離婚届は提出してきたわ。さっさと荷物をまとめて出て行ってくれる。私の発言に義母と夫は目を見開いた。はあ？お前何言ってるんだ。出て行くのはあんたでしょうが。私は何も知らない二人に言ってやった。私がいつ名義変更をしたって言った。え？私がしたのはこの家の売却手続きよ。さっき買い手が見つかったからその契約を結んできたの。え、そんな。それじゃあこの家は。私から買い取った人が住むことになるわね。私がそう言うと夫と義母はブチギレた。ふざけんな。そんなの許さないぞ。そうよ。それならこの家を売ったお金の半分をマサトに譲りなさいよ。あくまでも私を金づるとしか思っていない二人。私は呆れながら冷静に説明した。残念だけど遺産で相続したものは財産分与にはならないわ。っていうか私にはあなたに慰謝料を請求できるから。慰謝料？一体何の慰謝料だよ。それはあなたが不倫したことへの慰謝料よ。私がそう言うと夫は動揺した。何のことだよ。しらばっくれても無駄。私はそう言って不倫の証拠写真を二人に見せた。お母さんまで一緒に行動して息子の不倫を容認するとか最低ですね。とにかく慰謝料はきっちりと支払ってもらいますから。私の遺産は一切あげませんし、あなたたちには即刻この家から出て行ってもらいます。私がそう言うとようやく立場を理解したのか、夫と義母は私にすがりついて懇願した。待ってくれよ。この家が手に入らないなら俺はもう行くあてがないよ。私だって実家を解約してきたんだ。頼むから私たちを見捨てないでおくれ。私はそんな二人に冷たい視線を向けて出ていくように促した。都合よく優しくしないでください。これ以上、居座るというのなら警察を呼びますよ。警察という言葉を聞き、夫と義母は慌てて荷物をまとめ始めた。その後、無事に夫と義母は出て行き、そして慰謝料も夫と不倫相手から支払ってもらうことができた。慰謝料は義母の貯金から出したそうで、二人は完全に一文無しとなったようだ。しかも私の実家の土地がもらえると思って、たくさんブランド品をクレジットで購入していたそうで、今は一気に請求が来て借金が増えていっているそうだ。一方、私は家が無事に売れて、かなりの資産を手に入れることができた。現在は賃貸の一人暮らし用のマンションに住みながら、資産を少しずつ投資に回して増やすように努めている。仕事も相変わらず楽しくできているので、金銭的にはかなり余裕がある状態だ。しばらくはこのままの生活を続けて、恋愛はそのうちゆっくりと相手を探していこうと思う。まさか家を乗っ取るために主さんに近づいていたなんて、ひどすぎですね。完全な結婚詐欺だと思うのですが、これは警察に届け出ることはできないんですかね。まあ、いずれにしても夫と義母が制裁を受けたのでスカッとしました。主さんは今度こそ素敵な男性が現れてくれるといいですね。ああ、結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？え、どうして私の妹の結婚式について義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。親戚の恥だよ。今すぐ式を挙げさせなさい。
あげないならこの家から出ていけ。自分勝手な発言を繰り返す規模。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私の名前はのぞみ、32歳の看護師だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちは友人の紹介で初めて出会い、それから2人で会うようになって交際が始まった。その後、順調に交際を重ねて私たちは結婚に至った。それからしばらくは夫婦仲良く幸せに暮らしていた。しかし去年は義父が亡くなり、私たちは葬儀やら遺品整理やら相続やらといろいろと忙しい日々を過ごした。そして今年に入ってようやくいろいろと落ち着いてきたので、私たちは前々から話していたマイホームを建てるという計画を進めることにした。自分のマイホームを持つことは昔からの私の夢だ。そのためにずっとお金もたくさん貯めてきたから、こだわり抜いた理想通りの家を建てたい。それから私は夫と何度も不動産屋に行き、いろいろと物件を見た。担当者の方にたくさん相談をして、自分が本当に住みたいと思える家を建てられるように頑張った。そしてついに理想通りの家を建てることができた。完成した家は外観からもう完璧で素晴らしくて、ただ外で眺めているだけでも幸せだった。家の中に入るとこれまた最高の内装で、ここから私と夫の幸せな夫婦生活が始まるのだと嬉しくなった。本当にいい家だな。夫もとても嬉しそうだ。今日から改めてよろしくね。そのうち子供も生まれて、家族仲良く幸せな日々を送れそうね。私がそう言うと、夫もうんうんとうなずいた。だがそんな私の幸せは、すぐに終わってしまうことになる。きっかけは夫の言葉からだった。実は母さんが同居したいって言ってるんだ。え、お母さんが？ああ、父さんが亡くなってから一人きりになって、かなり寂しい思いをしているみたいでさ。そんな中、俺たちが家を建てたって聞いて、それでできれば一緒に住みたいなって相談してきたんだ。まだ60代とはいえ、母さんも怪我はしやすくなってるし、一緒に住んでいた方が俺も安心だなとは思ってる。そっか。まさか夫から義母との同居話を持ちかけられるとは思っていなかったが、確かに義父が亡くなって一人きりの義母が心配だという気持ちもわかる。私は随分と悩んだが、義母との同居を承諾することにした。義母とは別に仲が悪かったわけでもないし、嫁いびりをされたこともない。だから同居しても、普通にやっていけると思っていたのだ。それに義母はずっと専業主婦をしてきた人だから、共働きの私たちのために家事を手伝ってくれるかなとちょっと期待している部分もあった。夫は料理が全くできなくて、いつも私が作っていたから、私の負担が少し減るかもしれない。そんな風に前向きに捉えていたのだが、私のそんな淡い期待はすぐに打ち破られることになる。義母は同居してきた瞬間から、まるでここが昔からの我が家であるかのように暮らし始めた。ソファーを占拠し、テレビも占拠し、冷蔵庫にあるものを好きなように飲み食いして、ずっとダラダラしている。家事なんて一切しないし、部屋は散らかし放題。結局、私が仕事後に掃除をして晩ご飯を作ってと、大変な思いをするばかりだった。家事の量が増えたので、私の疲れもどんどん溜まっていくし、晩ご飯に割く時間と集中力もおのずとなくなっていく。そんな私の家事を義母は文句を言ってくるのだ。また今日も肉じゃが。あんたね、レパートリーが少なすぎるのよ。もっといろんなものを作れるようにしなさいよ。こんなんじゃ一生懸命仕事をして稼いできてるマサトがかわいそうだろ。そのように私を罵倒してくる義母。だが私だって仕事をしてきているし、それにちゃんと作っていると思う。
なんでそんな風に怒られなければいけないのだろうか。私はぐちぐち小言を言ってくる義母を何とかしてもらおうと夫の方を見た。だが夫は私たちのやりとりなんて全く気になっていないようで、食事をしながらテレビに夢中になっていた。私はうんざりしながらも、そのうち義母の小言は減ってくるだろうと思い、適当に聞き流すことに。だが義母の小言は全然終わらなかった。それどころかどんどん文句が増えていった。ちょっと、なんでせんべいが残ってないんだい。なんでって言われましても、あのせんべいはお母さんしか食べていませんよ。私が言っているのは、なんでなくなっているのに買い足してないんだいってことだよ。普通はなくなりかけている時点で新しいものを買っておくもんだろ。いや、そんなこと言われましても、私はお母さんがどういうペースで食べてるのかも知りませんし。口答えばっかりしてるんじゃないよ。嫁ならまずは謝ってすぐに新しいものを買ってくるもんだろうが。そんな、私今スーパーに行ってきたばかりですし、これから晩ご飯の用意だってあるんですよ。すべこべ言わずに買ってこい。そう言って私を奴隷のように使う義母。夫はというと、私たちのやりとりを聞いているはずなのに、無視をしてスマホをいじっている。まるで自分には関係のないことだと言わんばかりだ。私はひどい態度を取り続ける義母にも、それに全く関わろうとしてこない夫にも腹が立った。そしてまずは夫とちゃんと話をしないとと思った。ねえ、あなた、お母さんが私に対してひどいことを言ってくるときに、どうして守ってくれないの？え、ひどいことなんて言ってるか？は。別に母さんは間違ったことは言ってないだろう。嫁なんだから夫の親に尽くすのは当たり前のことだと思うぞ。そんな。私は夫のまさかの返答に倒れてしまいそうになった。あんな非常識な義母の肩を持つというのか。それからというもの、夫も義母の嫁いびりに加担してくるようになった。おい、遅いぞ。晩ご飯まだかよ。本当にとろい嫁ね。マサト、こんな女なんて捨てちゃえば。あはは、確かにここまで使えないと捨てた方がいいかもな。そんなことを言ってガハハと笑い合う義母と夫。似た者同士の最低親子だ。なんでこんな男と結婚してしまったのだろう。なんでこんなひどい姑との同居を承諾してしまったのだろう。私はすべてに後悔し始めていた。せっかく夢のマイホームを建てて幸せいっぱいな日々を過ごすはずだったのに。こだわり抜いて選んだ家具やインテリアも、ずっと義母が家にいて雑に扱うから、この家に住み始めてから3ヶ月ほどで傷んできたり汚れが目立ち始めている。その上、義母は趣味の悪い小物とか置物を買ってきては、居間に勝手に置くので、一気に居間の雰囲気がダサくなっている。正直、そろそろ限界に近づいていた。そしてそんな中、さらに私を怒らせる出来事を義母と夫は起こしたのだ。きっかけは私の妹から結婚するという報告を受けた時のこと。私と妹は2歳差で、年が近いこともあり、子供の頃からとても仲が良かった。いつも一緒に遊んでいたし、お揃いの服なんかを買ったこともある。大人になってからも定期的に遊んでいるし、二人で休みを合わせて旅行にも行っている。私は妹のことが大好きなので、そんな妹が幸せをつかんだことはとても嬉しかった。妹の婚約者とも何度か会ったことがあるが、とても誠実でいい人そうだった。私の夫とは大違いだね。なんて言うと、妹は心配そうに、お姉ちゃんもあんまり我慢しすぎない方がいいよ、と言ってくる。今は妹の幸せな気分を害するようなことは言ってはいけないなと、私は少し反省した。だがこの妹の結婚においても、義母は面倒なことをしてきたのだ。のぞみさん、
聞いたわよ、妹さんが結婚するんですって。はい、そうなんです。とても素敵なお相手に恵まれて幸せそうです。私はてっきり義母がお祝いの言葉でも言ってくれるのかと思っていたのと、妹の結婚が嬉しくて明るく返事をした。いくら義母でも身内のめでたいことに水を差すようなことはしないと思ったのだ。すると義母は妹の結婚についていろいろと聞いてきた。お相手の男性はどんな方なの？職業は？収入は？え、なんでお母さんがそんなことを聞いてくるんですか？何言ってるのよ。とっても大事なことじゃない。そうですか。妹の婚約者は公務員をしているそうですし、ちゃんと安定した収入を得ていますよ。公務員ね。まあ合格だわ。どの口が言ってるのだろうか。私は上から目線で妹の婚約者を査定してくる義母にイライラした。もうこんな会話やめにしたい。そう思った時、義母はこのような質問をしてきた。それで結婚式はいつやるの？あ、妹は結婚式はやらないそうです。もともとそういうのには興味のない子だったので、式を挙げる費用を新婚旅行に充てようと話しているそうですよ。私がそのように説明すると、義母は目を見開いて怒り出した。ああ、結婚式を挙げない。一体何を考えてるんだい？え、どうして私の妹の結婚式について義母から文句を言われなければならないのだろうか。別に妹たちの勝手だと思いますけど。あんたって人は本当に常識のない人間だね。普通は結婚式は挙げるものだろう。そしてちゃんとみんなに結婚したことをお披露目しなきゃいけないんだよ。親戚の恥だよ。あんたやあんたの家族が非常識なことをするせいで、私やマサトが恥ずかしい思いをするんだよ。今すぐ式を挙げさせなさい。挙げないならこの家から出ていけ。自分勝手な発言を繰り返す義母。それならお望み通り出て行ってやろうじゃないか。本当にいいんですね。後で後悔しても知りませんよ。私がそう言うと義母はさらに怒り出した。はあ？言い返すんならもっとまともなことを言いなさいよ。後悔なんてするわけないでしょ。まったく、マサトに養ってもらってるくせになんて生意気な嫁なんだい。はあ、この人は何を言ってるんだ。まさかこの家を買ったのが私だということや、夫の収入のことについて何も知らないのか。そうですか。それじゃあもう正人さんとは別れますね。ああ、そうしておくれ。あんたみたいな嫁よりも、もっと若くて愛想のいい嫁をもらった方が正人も幸せだよ。わかりました。私はそう言って荷物をまとめ始めた。その間に義母はどこかへ出かけたようだ。私が気にせず荷物をまとめていると、義母が数十分後に戻ってきた。ほらこれ、離婚届だよ。もうこんなものまで用意したんですか？準備がいいですね。一刻も早くあんたとは縁を切りたいからね。さっさとサインをしておくれ。そうですか。わかりました。私は言われた通りに離婚届にサインをして、まとめた荷物を持って家を出た。義母は、この疫病神が。と吐き捨てるように言って、塩をまいていた。それから私はすぐに実家へ。実家の両親は大きな荷物を持っていきなり帰ってきた私を見てびっくりしていたが、事情を説明すると憤慨していた。そして私はすぐに夫と義母を地獄に落とす準備をし始めた。まずは不動産屋に行って、家を売る手続きだ。実は私はもう義母や夫とこの家で暮らすのは限界だと感じて、一度家の査定を頼んだことがある。
売った時にどれくらいの金額になるのか知りたかったのだ。今回も一度査定をしてもらった不動産屋に行ったため、あとは売るための書類に記入を進めていくだけで済んだ。その間に夫から鬼電が入ってきていたが、私は無視をした。そしてその後、法律事務所に行き、夫との離婚について弁護士に相談。離婚をスムーズに進めるために弁護士を雇い、万全の状態で臨む準備をした。翌日、私はようやく夫からの電話に出た。おい、離婚だなんて本気で言ってるのか。夫は開口一番にそのように慌てた声を出した。ええ、本気よ。っていうか、お母さんが言い出したことだけどね。ふざけるなよ。俺の許可なしに離婚なんて許さないぞ。は、何様のつもりなの。いつもお母さんと一緒に私をいびってきていたくせに。あんたなんて離婚されて当然の男でしょうが。うるさい。とにかく俺は離婚はしないからな。夫は私と離婚をしたらあの家を失うことになるのを分かっている。だってあの家はほとんど私の貯金から出して買った私名義の家だからだ。そして夫が働いている企業はかなり給料が安い。だから今までのような贅沢な暮らしはできない。しかも私に家事をやらせて好き放題にくつろげていたから、そんな夢のような生活を手放すのが嫌なのだろう。夫は頑なに離婚に応じようとしないので、この件については少し長くなりそうだ。だが家の方はもう買い手が見つかったようで、私はすぐに売ることができた。家は立地が良かったり、新築だということもあり、なんと買い値より高く売れて、私は利益を得ることができた。そして家が売れると、案の定、夫から電話が来た。おい、何やってんだよ。立ち退き命令が来たぞ。お前この家売ったのか。当たり前じゃない。私はもうその家に住みたくないんだから。ふざけるなよ。俺たちすぐに家を出ていかなくちゃいけなくて、母さんも困ってるんだぞ。自業自得でしょ。あんたたちには住む権利がないんだから、捕まりたくなかったらさっさと出てって。そして夫と義母は家を追い出された。その後、二人は私の実家まで押しかけてきた。ちょっと、あんた、何考えてるんだい。マサトが買った家を勝手に売るなんて。私は義母の発言に呆れてしまった。この人はまだ自分の息子が家を買ったと思い込んでいるのか。言っておきますけど、あの家は私が購入したんですよ。マサトさんは手取り15万程度なんですよ。しかも貯金を全くしていない人ですし、そんな人が一軒家を建てられると思いますか。15万。私は50万って聞いてたけど。義母はどうやら夫から嘘をつかれていたようだ。夫は顔を青くしたまま黙り込んでいる。それはほとんど自分の嘘を認めたようなものだ。これでわかりましたか。だから言ったんですよ。後悔しないでくださいねって。私がそう言うと義母は途端に手のひらを返して私に懇願し始めた。私が悪かったよ。謝るからまたマサトとやり直してくれないかい。今度は私も家事をちゃんとするから、また三人で暮らそう。ここまで性根が腐っていると逆にすがすがしいな。せっかくですが遠慮しておきます。そんな風に自分の人生とお金をドブに捨てるようなことはしたくありませんので。私は笑顔でそう言ってやった。すると夫は、いい加減にしろ。家を売ってしまったのは仕方ないが、俺たちはまだ夫婦なんだからな。と、離婚を拒否したことがまるで切り札のように言ってきた。だがこれについてももう私は対処している。残念だけど、私がいくらお母さんのことで悩んでいると相談しても、
あなたが協力的な態度を一切見せず、それどころかお母さんと一緒になって私を責めたことが、私がボイスレコーダーで録音した音声から証明されたから、私はあなたの有責での離婚を要求できるわよ。夫はポカンとしていた。私の説明がまるで呪文かのように聞こえたようだ。私は改めてわかりやすく説明してやった。あなたの意思にかかわらず、私はあなたと離婚できるの。そして精神的苦痛を味わったことへの慰謝料も請求するわ。なんだって。ようやく理解した夫は激しく動揺していた。そして義母と同じように私に、悪かった。許してくれ。と懇願してきた。だがもう私は絶対に彼らを許さない。これ以上居座るなら警察を呼ぶと言って彼らを追い払い、速やかに手続きを進めた。裁判のための費用も出せない夫はすぐに離婚を承諾。慰謝料については分割で少しずつ支払ってもらうことになった。共通の友人の話によると、現在、元夫は元義母と二人で狭いアパートで暮らしながら、慰謝料を支払いながら貧しい生活を送っているらしい。だが、こうなったのは母さんのせいだ。とか、あんたが収入について嘘を言うからでしょ。とか、大声で喧嘩しているのが近所迷惑となっており、今住んでいる部屋も追い出されそうなんだとか。まあ私にはもう関係のないことなのでどうでもいいが。一方、私は勤め先の病院の近くの賃貸マンションに住み始めた。意外にも一回住んでみてもう一軒家はいいかなと思ったので、これからは手頃な価格の賃貸マンションで固定費を抑えつつ、他の部分で贅沢をしようと思う。そして少し独り身の生活を満喫してから、ゆっくりと恋愛もしていこうかなと思っている。嫁いびりをする義母も、見栄を張っている夫もアホでしたね。素直に主さんに感謝して、主さんを大事にしていればこんなことにはならなかっただろうに。でも主さんは結果的に家を売って利益が出てよかったですね。辛い同居生活を乗り越えたボーナスが出たって感じですね。主さんが今度こそ素敵な男性と巡り会えることを祈っています。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。